皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフェ野本です。今回は猫がジャンプを失敗してしまう原因についてご紹介いたします。ペットとしての猫は運動神経が良くない子も多いです。小さい頃から駆け回ったり、高いところに登ったり飛んだりして遊ぶ機会が少ないと、おのずと運動神経は育たなくなるので、ジャンプが下手になります。また室内でゆっくり過ごすことが多い猫は太ってしまうことも多く、体が重いことが原因でジャンプに失敗しやすいです。これも多い原因だと思います。猫がジャンプを上手にできるようにするには、小さい頃から猫同士で遊ぶ機会を設ける、ジャンプをする遊びを取り入れる、自然にジャンプしなければいけない生活環境を作る、太らせないなどの対策をしてみると良いでしょう。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフェ野本にご用務いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。